もう寝てる時間だ。ああ、ずっといなかったね。散歩だ。ああ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ、なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？うん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。できたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。どうした？来て！早く！の！作戦に出ようとしたら、あれがたくさん押し寄せてきて。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でも、いつまで待つか。合流しよう。うん。もちろん。店まで急ぐぞ。それ以上のことは分からない。ソルジャーでも知らないんだ。
他の道は？うん、こっち。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流される。うん、ついてく。叩き切る。当てる。待つ。
偽物じゃねえぞ！なんだったんだ、あのうじゃうじゃはよ。まあ、この吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たく、マコロってのは。大丈夫か？平気って言いたいところだけど。嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ、どうしたんすかその足。大丈夫っすか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して、うん、ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ、うん。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコロ。各自準備を整えて駅に集合。
準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。